ここで釣れるみたいだな。それ。かかった。逃げられたか。それ。かかった。逃げられたか。それ。かかった。これは期待できそうだ。逃げられたか。それ。かかった。いい感じだな。逃げられたか。
報告ですね。了解です。ふむふむ、大変でしたね。ではまたお願いしますね。風ね。ああ、いい景色じゃない。ミシュラムにパンタグリュエルにクロスベルまで見えて酔いざましにこんなところに女を連れてくるなんて手慣れてるわね夕方着水した時にちょっとピーンと来てしまってね。どうせシェラ君はしこたま飲むだろうと前もって備えていたってわけさそっか、懐かしいわね。4年前は2人で気ままに杯を重ねたりしたけど、あんたは帝国に戻ってちゃんと王子としての役割を果たしてる。たとえ宝刀王子と呼ばれようが、あがいて弟さんのことも考えてね。力になってくれた人たちがいたからさ。ミュラーたちに、父上たちやアルフィン、リーン君たちに、子爵閣下にギルドの面々、それからロイド君たちに、エステル君たちや君の存在もある。私は何もできなかった。あんたからアーティファクトを預かって連絡役を買って出たはいいけど、カレージャスの爆散にも間に合わず、あんたの危機も救えなかった。ごめん、オリビエ、そばにいてあげられなくて。痛かったよね。苦しかったでしょ君の看病の甲斐あって、もうすっかり痛みは引いてるけどね。明日の作戦でも君がフォローしてくれるし、何の問題もないさ。でも、うん、分かった。任せてちょうだい。あんたが狩る光まとう翼、銀線が導いてみせるから。ああ、よろしく頼むよ。それと、こういう時に切り出すのもちょっと卑怯だとは思うんだが。え？明日の作戦を乗り越えて黄昏を阻止できたら、戦争の拡大を食い止めてなんとか平和を取り戻せたら、どうか
僕と結婚してくれないか。ごめんなさい。ううん、そうじゃないの。あなたをそんな必死にさせて、不安な気持ちにさせてしまって、私なんてバカなことしてるんだろうって今更ながらに思ってしまったから。できれば今夜はずっと一緒にいたい。ダメ？